日本という国は私の価値観をぶち壊しました。イタリアからはるか遠く離れた日本の地を訪れたある男性がその目にしたものに心から驚嘆しました。彼は動物愛護家としても知られており、日本で見た珍しい光景にはただただ言葉を失ったとのことです。その驚きの源泉は特定の場所で見かけた珍しい生物の存在でした。さて、彼がどのような光景に出会ったのか、皆さんもきっと興味があるでしょう。では詳細をご覧ください。今回の物語は、日本の魅力に心を奪われたイタリアの若き学生ロッソの体験についてです。自然との共生を重んじる彼は、常に新しい文化や生態系に触れることに強い関心を持っていました。世界各国の動物たちとの調和のとれた生活に憧れ、遠い異国の地を訪れることを夢見ていたのです。ロッソは幼少期から内向的な性格で、他人との交流が得意ではありませんでした。その背景には彼の厳格な家庭環境がありました。彼の父親は息子が優れた能力を持つ人物に成長することを望み、英才教育に情熱を注いでいました。人類はこれからも進化を続ける。その恩恵を受けるためには学びが欠かせないと父は言いました。ロッソは幼い頃から父親の厳しい指導の下で自立心を養うよう促されてきました。時には厳しく叱責されることもありましたが、彼は父の言葉を信じ従うしかありませんでした。しかし父親の過度な期待は母親にとって耐え難いものでした。結果として母親は離婚を決意し、家を出ていくことになりました。父親からの圧力が解放されたとはいえ、ロッソの心には深い傷が残りました。しばらくの間、他人とのコミュニケーションを避けるようになったほど、過去を振り返るとロッソは今でも苦悩の表情を隠せません。彼にとって父親の教えは、絶対的なものであり、それ以外のことは誤りだと信じ込まされていました。そのため、食事のマナーや日常の所作にも、かつての緊張が色濃く残っているのです。イタリアでは、どの小学校でも均一な教育が受けられるため、母親は引っ越し後も安心してました。しかし、新しい環境にもかかわらず、ロッソは友達を作ることができず、家での勉強に没頭していました。友達と話すのは疲れるし、やりたいことも見つからない。他の子供たちは感情を素直に表現しているが、私にはそれができなかった。とロッソは述べています。これは父親の影響によるものでしょうか。感情を抑えることが美徳とされていた彼は、勉強以外のことに興味を持つことができませんでした。母親は息子が父親と同じ道を歩むのではないかと心配しました。彼女はロッソが自分の感情を理解し、表現することの大切さを学ぶ必要があると感じていたのです。感情豊かな人間性を育むためには、どのような経験が必要か母は独自の答えを見つけ出しました。それはペットとの暮らしでした。ロッソにとって最初のペットは、色鮮やかな魚たちでした。ロッソの目は輝き、心は大きな興味で満たされました。あの日の感動は、今も鮮明に心に残っているよ。母はその後も、様々な動物たちとの出会いを通じて、私の世界を広げてくれたんだ。動物との出会いはかけがえのない宝物だよ。とロッソは語ります。母の導きにより、動物たちへの愛情を深めたロッソは、やがて自然界全体への関心を強めました。友人は多くはなかったものの、動物愛護の心を共有する仲間たちとの出会いは、彼に共感と絆をもたらしました。動物たちへの愛が、同じ趣味を持つ人々との出会いへとつながり、ロッソの人生に新たな光をもたらしました。イタリアの豊かな自然の中で育ったロッソは、幼い頃から動物たちとの触れ合いを通じて、生き物への深い愛情を育んできました。成長するにつれ、その情熱はさらに強まり、彼は動物学を専攻するため大学への道を歩み始めます。そこで出会ったのは動物を愛する仲間たち。共に学び、研究に励む日々は、ロッソにとってかけがえのない喜びとなりました。
やがて彼の関心は国境を越え世界中の動物へと広がっていきます。特に未知の生態系と生物に富んだ国々に強い興味を抱くようになりました。そんな折、彼の大学教授が提案してくれたのは日本への旅。教授は言いました。日本には魚と共生する独特の環境が存在する。君がこれまでに見たことのない世界だ。魚への興味を持つ君にとってきっと価値のある体験になる。教授の言葉に心を動かされたロッソは日本への興味を深めていきます。イタリアでも環境先進国として知られる日本。教授の勧めもあり、彼は日本行きを決意し旅の準備を始めるのでした。この決断には彼を支えてくれた教授や家族も大いに喜んだといいます。人々の優しさに恵まれてきた日本にも温かい人が多いと聞くが、果たしてそれは本当だろうか。ただ怖い思いをしなければそれでいいとロッソは語ります。過去のトラウマを乗り越えた彼ですが、人々への警戒心はまだ残っているようです。それでも新しい文化や動物たちへの好奇心を抑えることはできず、旅行の準備を進めていきます。そして迎えた出発の日、教授の紹介で現地にガイドが待っていると聞き、期待と緊張を胸にロッソは日本へと旅立ったのでした。日本に到着し、ロッソは教授の紹介で国際的な経験豊富なガイドアキコと出会いました。彼女は笑顔でこう言いました。はじめまして、アキコです。世界中から来たお客様を案内することが私の喜びです。日本の魅力をお伝えできることを光栄に思います。どんな質問でもお気軽にどうぞ。そんなアキコとの和やかな出会いの後、ロッソたちは滋賀県へと向かいました。最初に訪れたのはめっちゃおもろい動物園という変わった名前の滋賀県で唯一の屋内動物園です。その場所は剥製の動物たちが迎えてくれる。まるで異世界に迷い込んだかのような雰囲気を持っていました。イタリアの都市とは異なり、都市部にこんなにもユニークな動物園があることにロッソは驚きを隠せませんでした。色とりどりのインコや神秘的なハシビロコウ、そしてカメやトカゲなどの爬虫類が静かに暮らす姿に心を奪われました。そんな中、アキコが提案してくれました。ロッソは魚がお好きですよね。ここからすぐの場所にあなたにぴったりの町がありますよ。一緒に行ってみませんかと、そこはある生き物たちと人々が共存する特別な町だということでした。町の中にひときわ異彩を放つ動物園が存在することにロッソはすでに心を躍らせていました。しかし彼が次に目にする光景はその期待をはるかに超えるものでした。滋賀県高島町にあるハリエという小さな集落は人々と動物が共存する脅威の地。ロッソはこの限られた空間でどのようにして共生が成立するのか疑問に思いながら足を踏み入れました。動物園の活気ある雰囲気とは一転、静寂が支配するこの地では共生の痕跡を見つけることは容易ではありませんでした。しかし散策中に偶然目にしたある風景にロッソは深い感銘を受けました。それは用水路に悠然と泳ぐ魚たちの姿。彼が覗き込んだその水路には色鮮やかな鯉が姿を現しました。この地域では古くから鯉との共生が文化として息づいており、ロッソはその調和のとれた共存に心を打たれたのでした。ハリエの地には日本古来の水にまつわる独特な文化が息づいています。平山系からの雪解け水や雨水が地下を通り抜け清らかな伏流水として町の家々に届けられるのです。この自然の恵みは生水と呼ばれ、飲用水や料理の水として日々の暮らしに欠かせない存在です。家々は巧みに設計された水路を通じてこの水を引き入れ生活用水として利用しています。この仕組みは川端と称され、その効率性は高く評価されていますが、特別な地理的条件が必要であり、どこでも実現可能なわけではありません。ハリエの集落は地下1824メートルから湧き出る清水によって成り立っているのです。川端の水温は1年を通して12から13度と一定で、夏は涼しく冬は暖かいため
自然の冷蔵庫としても機能します。川端には元池、坪池、橋池という3つの主要な部分があります。元池は流れる水を取り入れる場所、坪池は飲料水や洗面用水を汲み上げるためのもの、そして橋池は溢れた水を一時的に貯める役割を果たします。坪池は清潔な水を必要とする洗顔や歯磨きに使われ、橋池は野菜や食器を洗うのに適しており、そこには鯉が泳いでいます。水温が適切で一定であるため、鯉は快適に生活できるのです。自然の恩恵が鯉の生命を支えています。また野菜の洗いかすや食器に付着したご飯粒などは鯉の餌となり、水を常に清潔に保つ役割を果たしています。泥が付着したものはたらいで下洗いをするというのが古くからの慣習であり、これは下流で生活する人々への配慮から来ています。このことを秋子が教えてくれました。五番の目のように整然と廃された水路が家々をつなぎ、鯉が自由に泳ぐ姿は自然と共生する日本の知恵の象徴です。ロッソはこのシステムについて、鯉が住む町なんて聞いたことがない、その習性を生かして自分たちの生活を支えているなんて非常に合理的で素晴らしいと感嘆の声を上げました。ロッソの動物への愛情は日本のある風景によって新たな次元へと移りました。彼が目撃したのは、皿洗いの際に食器を池に浸しておくと、そこに住む鯉が残飯をきれいに食べてくれるというものです。鯉は雑食性であり、何でも食べるため食器洗剤を使わずに済み、環境にも優しい存在です。このような動物との共生はロッソにとって想像もしていなかったことで、その光景にはただただ感動するばかりでした。日本では用水路で鯉が泳ぐ様子を見ることができる場所がたくさんあるんだよ。これも水がきれいだからこそだね、と秋子が言うと、ロッソは再び驚きを隠せませんでした。彼は用水路の水が透明で、鯉の鮮やかな色や模様がはっきりと見えることに気づきました。日常生活に溶け込んでいるシステムにばかり目を向けていたけれど、まず水の清潔さに驚かされたよ。海外では滅多にないことだ。鯉は植物プランクトンを好んで食べる習性があり、海外ではこの特性を利用して水質改善を試みましたが、鯉の大きな体と少ない天敵、そして強い繁殖力により急速に個体数を増やし、生態系に脅威をもたらしました。しかし適切に管理された鯉は、その美しい姿で多くの人々を魅了し、特に錦鯉は泳ぐ宝石として海外でも高い評価を受けています。日本は鯉の名産地として知られ、一匹1000万円以上で取引されることもあります。適切な飼育が行われれば、池は清潔に保たれ、快適な環境が生まれます。ロッソは人間の社会も自然との調和が重要であることを、この町を見て感じ取りました。ロッソは幼い頃から科学と技術の最前線で育ち、父親からその重要性を叩き込まれてきました。しかし彼の心は反発し、自然界の生き物たちへの深い愛情を育むようになりました。日本の人々は心が温かい。彼らは自然と動物たちとの調和を大切にしている。私の父は違った。彼は常に科学技術の進歩こそが最も価値があると信じていた、とロッソは考えます。学びのための厳しい環境で育ったロッソにとって、動物たちとの出会いは彼の人生に新たな方向を示す転機となりました。動物を愛する者に悪意はないと信じるロッソは、日本の集落を訪れることでその地の人々の優しさを肌で感じ取りました。ロッソのお父さんは厳しかったんだね、と秋子が尋ねます。この質問がきっかけとなり、ロッソは自らの過去について語り始めます。ええ、私の人生は勉強に費やされていました。常にテストの成績や他人の気持ちを気にしていたんです。それが原因で人間関係が怖くなり、学校生活に馴染むことができませんでした。幼少期に受けた厳しいしつけがトラウマとなり、他人の気持ちを読むスキルを身につけたロッソ、それは彼にとって人との衝突を避ける手段となりましたが、
同時に多くの苦労も生み出しました。これまで誰にも話したことのない本音をロッソは明かします。私は自分自身や他人を傷つけたくない。だからこそ環境に配慮し、みんなが幸せになれる方法を模索しています。過去のトラウマが今も心に残っているからこそ、ロッソは新しい生き方を求めているのかもしれません。アキコはそう感じたようです。自分の考え方が初めて認められたロッソは嬉しそうに微笑みます。みんなが同じ考えを持っているわけではありませんが、この集落では古くからその思想が根付いており、自然との共生が可能になっています。考えるべきは方法と思想なのかもしれません。苦しい思いを抱えながらも、日本人の優しさと素晴らしい環境に触れ、自分の理想を実現できる可能性を見出したロッソ、彼にとってそれは大きな希望の光となりました。日本の文化とその美しい自然環境に触れたことで、かつて人間不信に陥っていた心が癒される、体験をしたロッソ、彼はさらに自然界とその中で生きる動物たちについて深く学びたいという強い願望を抱くようになりました。この貴重な経験を生かして世界中のさまざまな動物についてもっと知りたいと語る彼は、異国の地での出会いを通じて人々の温かさと日本の文化への興味を新たにしました。ロッソが日本の伝統や環境に魅了され、新たな一歩を踏み出そうとする姿を見て、アキコも心から喜んでいる様子でした。彼女はこれまで多くの外国人を案内してきた経験を持ち、自分の仕事を通じて人々の価値観に影響を与えることができたことに大きな誇りを感じています。彼女自身もかつての海外旅行がきっかけで大きく変わり、語学力を身につけ、他人にも自分と同じように変化のきっかけを提供したいという思いから、観光ガイドという職を選んだのです。どんなきっかけで人生が変わるかはわからない。だから私は自分の仕事を通じて人々の価値観が変わる手助けができることを誇りに思うの、とアキコは語ります。彼女は自分のガイドがロッソの考え方に変化をもたらしたことを大変嬉しく思っています。鯉が清らかな水と適切な温度の環境下で自然に繁殖するように、人間も信頼できる環境があれば好奇心が芽生え、さまざまな出会いへつながるのかもしれません。ロッソとアキコにもハリエの集落のような恵まれた環境があったのです。だからこそ彼らは困難な時期や過去を乗り越え、自分たちの望む道を追求することができたのです。海外での経験によって価値観が変わった二人、かつては厳格な親のしつけにより人とのつながりを失っていたロッソも、今では動物や自然を通じて環境に優しい製品を作るために努力しています。ハリエの集落での貴重な体験を経て、自然と動物が調和した社会を築くことができないかと、故郷イタリアで研究を続けています。彼の夢は日本のハリエのような環境をイタリアにも創造することです。ロッソのような人々が増えれば、私たちはもっと楽しく豊かな社会を築くことができるでしょう。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。